塀を伝って進んでいくのがね、大きく移動ができるからなんか楽しいんだ。チューチュー、チューチュー、試しに落ちてみる。チューチュー、ここに戻るだけでした。ちゃんと影のシルエットが、腰元はやっつけてないんで。お姉さんだけ残っている。先にまっすぐ抜けちゃって、青山、強い。手裏剣、すり剣覚えてからがだいぶ楽になるよね。登る、こんな移動もできたり。鍵がかかっている。そうだ、蔵の鍵を取りに蔵に行かないとだ。今度は落ちないように。ネズミ、お前も落ちんなよ。ついついどっか進めるとこないかで、いろいろぶつかりながら進んじゃうな。見下ろしの時の方がね、やっぱそういうところは見つけやすかった部分はあるけども、ここも多分降りれるってか、ここから降りて、そうだ、あの壺のところに。ただ先に蔵でも見に行く。蔵の鍵、蔵に隠されている。チューチュー、体験版で遊べるのはここまでになります。なんてこった。そうか、この先のマップに進んでしまうと、じゃあそこに行かなければまだこの手前のところでうろうろと遊べるわけだ。ただコマンも今枚数が3枚か、まだ足りてないな。普通に進むだけだとここに着く。ザブザブ、シュココ、おのれ、クシュココ。隠れ蓑は使えない。レジストされちゃうけども、素の威力が強いので十分使えます。ヒット数によりけりだからね、うまくいけばレジストされてもいいダメージが入ると。さあ、お堀は気をつけないとね。とんでもないやつがいるんで。お、何かいますね。何か大きい影がありますね。29人、これもこっから入っちゃうと体験版ここまでになっちゃうか。あー、失敗した。せっかくなんでご挨拶していきますか。ピチピチ、ギャルかな。いいえ、岩間様でございます。何の対策もなしに挑む相手ではないので。2032、こういう敵の HP がね、リメイク版可視化されるようになって便利にはなったけども、圧倒的パワーがね、それも可視できてしまうので、心を折られるのも早くなるね。かっこいい。7歩下に降りて勝ち。
そして上に上がると、出た謎の剣豪。ここでまだワンクッションあるっていうね。さあここで メガロマニア、なんとここで聞くことができる体験版とはいえ魔人龍之介も、ごめん、ノープランではやるのは辛いでしょう。グエー、鍵を使ってもう一箇所使えるとこありますね。キャーエッチー、しし、小判小判。かわいい一玉。実体がないから物理が効かないか。弱い敵で勝つ、うん、お、H、こんなに入ったっけ経験値。許せ、精進あるのみ。お、無限長で、色っぺ姉ちゃんを無視してまた入ると人玉が出てるので、ここでレベル上げをすると。あのエッチなお姉ちゃんはひとまずスルーして、断る、遊べる範囲でどんどんやっておきましょう。無限長風の忍法、忍法無限長、使える技が増えていくと戦略もどんどん変わっていく。で、本丸に入ってしまうと体験版はここまでよと言われてしまうので、まだ別のところをお散歩します。左下のところも、蔵の鍵で、えい、お、開いてんじゃん。うん、ピカピカ光ってる宝箱、とても怪しいな。まあ、ここまでレベルも上がったからこいつぐらいは問題ないかな。山眉、そこか、ちょちょ待って、まだまだ出てくるよ。当たればいいけども、ミスった時が痛いぜ。まだまだ来るよ。地下牢の鍵。まあ、さっき5人と戦ったからな。カトンで一掃、カトンの術、こういう時にミスると痛い。
許せ。もう出てこないよね。もう来ないよね。